アーデントはイギリス海軍の永久駆逐艦。イギリス海軍は第一次世界大戦の教訓を踏まえ、1920年代中盤に将来の艦級のプロトタイプとして、ヤーロー社にアンバスケイドソーニクロフト社にアマゾンを発注した。永久駆逐艦の設計はアマゾンを元にし、わずかに拡張され、さらに2本の魚雷が搭載された。 基準排水量は1350ロングトンであり、満載排水量は1773ロングトンであった。全長は323フィート、全幅は32フィート3インチ、喫水は12フィート3インチであった。アーデントの動力はパーソンズ社製の蒸気タービン2機であった。出力は34000ジック馬力であり、35ノットまで出すことができた。 海上公儀では、最大で出力は 34,376SHP、速度は35.9ノットにまで達した。また、重油は15ノットの速度で4,800回りの範囲を航行可能なほど搭載できた。永久駆逐艦の乗員は当初134名であったが、1940年までに143名まで増員された。 A 級駆逐艦の手砲は台座1機に搭載された QF4.7 インチマーク級艦砲4門からなり、背負い式砲等が艦橋全部と上部構造後部にそれぞれ2門ずつ搭載された。煙突には防空装備として台座に2門の 40mmQF2 ポンド砲が備えられていた。また21インチ魚雷用に2機の水上用や台座が付けられた。 五甲板に機雷相当機を搭載したことで、日本爆雷が搭載可能なシュートの設置が3機までという制限を受けた。アズリックを設置する空間は用意されたものの、当初は設置されていなかった。アーデントは1929年の海軍計画にのっとり、1928年3月6日に、スコットランドにあるスコットシップビルディングエンジニアリングカンパニーに発注された。 7月30日に建造を開始し、翌1929年6月26日に浸水式が行われた。イギリス海軍におけるその名を持つ7番目の船であった。銃や弾薬、通信設備等の海軍本部からの支給を除き、226,439ポンドの総工費で1930年4月14日に竣航した。4月23日に、 チャタム交渉にて収益して訓練を行った後、地中海艦隊の第三駆逐軍に配属され、5月13日に出発した。アーデントは6月から10月まで配備されたものの、この間にたびたび保全問題が発生した。このため、10月31日にマルタにあったイギリス海軍の基地に修理が依頼され、12月1日から修理を開始した。 同月下旬に修理が完了し、予備艦隊に加えられた。11月4日に再収益し、第三駆逐軍に再び配属された。スペイン内戦発生中の1936年9月8日から、スペイン沖での不干渉の巡回任務につき、10月17日にマルタへと寄港した。11月29日に巡回に戻り、バルセロナでは海軍の上級将校を乗せた。 1937年4月に本国に戻り、4月14日にシェアーネス海軍交渉にて長期の修理を開始した。1938年4月20日に修理が終了し、アズリックが設置された。その後、アーデントはデボンポート海軍基地の緊急駆逐艦に割り当てられ、9月24日からミュンヘン危機の間、乗組員が増員された。10月11日に、 元の人数に戻され、10月17日から、デボンポート海軍基地にて、短期の修理が行われた。11月15日に修理が終わり、短期間開閉の訓練船を務めた後に、完了していなかった、もう一つの修理を1939年8月23日まで行った。その後、チャネルフォースの一角をなし、ポートランド島を拠点とした第18駆逐軍に配属された。 1939年9月3日に、イギリスがドイツに宣戦線復刻し、第二次世界大戦が発生した時に、アーデントは、ウェスタンアプローチにて、U ボートの捜索任務を行っていた空母、カレージャスの護衛任務についていた。10月にウェスタンアプローチ管区に転属され、1940年4月までに17の輸送船団を護衛した。 1940年1月31日には、駆逐艦、ホワイトセットと共に、ラプラタ沖海戦にて、軍艦、アドミラル・グラーフシュペーと交戦した、軽巡洋艦、エイジャックスをプリーマスへと護送した。4月9日に、ドイツが、ベーザー演習作戦を開始した後、アーデントは、本国艦隊へ転属した。4月13日には、なるべく方面への上陸部隊の輸送を目的とした。 輸送船団 NP1 の護送任務に加わった。その後、ハースタへと移動し、4月5日から16日まで、部隊の上陸を支援した。4月29日から30日の深夜にかけて、ポーランドの駆逐艦、ブリスカビカと共に、スコッツガーズ150名を暴動へと移送した。5月上旬に、アズリックが損傷したため本国へと戻り、5月6日から19日まで、 修理を行った。3日後にバレンタイン作戦の一環として4月からフェロー諸島に駐留していたイギリス海兵隊と交代する部隊の輸送任務に任命された軍隊輸送船ウルスター・プリンスの護衛を行った。5月31日には駆逐艦、アカスタとアケロン、ハイランダー、ダイアナとともに アルファベット作戦において連合国軍の撤退を支援する航空戦力を輸送した航空母艦アークロイヤルとグローリアスをクライド湾ンからノルウェー沖へと護送する任務を務めた。アーデントは6月上旬まで航空母艦の護送任務を続けた。6月8日、アーデントはアカスタと共にグローリアスをスカパフローへ送する途中15時46分にドイツの戦艦。 シャルンホルストとグナイゼナウに発見され、追跡され始めた。16時過ぎまで他のイギリス船に発見されず、アーデントは他の船が進路を維持している間にドイツのどの船かを特定するよう命じられたため、一旦2席から離脱した。16時27分にドイツ側が発砲する前にアーデントは合流した。駆逐艦は15センチメートル複砲で主に、 シャルンホルストと交戦したものの、ドイツ側の軍艦は、手法でグローリアスを集中的に砲撃した。アーデントは、最初の一斉走車で、ボイラー室に被弾し、速度が低下した。アーデントは、蛇行を行い、ドイツ軍の砲撃を避け、自身が隠れるように煙幕を敷いた。煙幕が出るたびに、魚雷攻撃を行ったものの、シャルンホルストはすべて回避した。また、 4.7インチ砲を発砲して一発当たったものの影響がわずかであった。17時1分に煙幕から出るまで大した被害はなかったものの出た後に何度も砲弾が直撃したことで震度変更を行った時に速力と火力を失った。17時13分にアーデントは巨来でシャルンホルストへの攻撃を試みたがわずかに外し17時25分に転覆した。 沈没から5日後に乗組員のうち2人がドイツの水蒸気に救助された。1人は海上を漂流していたことにより死亡し、もう1人は病気のために結局イギリス本国へと移送された。この沈没により10人の将校と142人の水兵が亡くなった。ありがとうございます。